おはようございます。ついに今日が来ちゃったので精一杯楽しんで頑張ります。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。吹っ切れました。昨日あんなこと言ってたけど頑張ります。おはようございます。今日あの最終もう本当泣いても笑ってもラストのステージになるんで本当あの悔い残さないように、はい、あの全力出してやってもらえればと思います。合宿1日目の夜チーム名が決まりました。でそれから一昨日 T シャツを発注して届きました今、チーム名が入ったやつが届きました。本当についさっき1時間ぐらい前に届いたみたいで、チーム名の入った T シャツに着替えていただいてステージに臨んでください。はい、はい、名前を呼んでください。名前言ってください。ひいさんさん、はい、いくみーさん、はい、はい、やさん、15分ほどから、客席の方に移動していただきましてリハーサルの方に入ります。15時から本番という流れになります。じゃあ今日1日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なったら、リハーサルに行けるような格好でお願いします。でまだここにいない子とかももしチームの中でいない子がいたらちょっと伝えておいてください。はい、さりげなくなってるんだけど、このノックするときにこの形にもうなりたい。絶対この位置を取ってね。はい、OK。音でいけるのかな、これ。合宿中にみんなに言った絶対怪我をしない方法、全ての人が、味方になってくれるおまじないにしておきます。半分こう30人上がりたいけど密になっちゃうから客席の人は見てて大丈夫、はい、今日みんなの味方してくれた太陽が輝きました。本当に晴れたね。膝を曲げて客席に感謝、お客さんに感謝、仲間に感謝、はい、下まで行ったら床を触り床に感謝をします。自分の体を触って
ステージに立っている自分をしっかりと支えて立ち上がるロールアップ。照明さん見えます。照明さんありがとうございます。客席目線降りてきたら客席お客さんいます。仲間もいます。下まで行って膝曲げてる、床触れる、道具さん、ステージさん、ありがとうございます。はい、自分の手を触り、自分の体を触り、私はそのおかげでこのステージに立っている。照明さん見て、自分を美しく当ててくれてる照明、天井にもある、天井にもある。照明さん、ありがとうございます。そして映像さん、後ろみんなの顔をアップで見せてくれる映像さん、ありがとうございます。カメラスタッフさん、ありがとうございます。そして応援してくれる、一緒に席にステージに立っている仲間と横見てくれる仲間を、皆さん仲間を感謝します。ありがとう、一緒にここまでやってきました。そして床、床を大事にして、そこにしっかり立ち上がって、はい、今度真正面。私たちはこれまで学んできたことを全てここで力を最大限に発揮できるって、客席に向かって3回唱えてください。心でいいよ。はい、OK。 はい、スタッフさん本番よろしくお願いします。お時間ありがとうございました。大根8ページ目のそれではお待たせしました。後半からちょっと続けていって、前提がなかったので、ここ一人一人上下と出演者の方が登壇しますので、はい、その流れをさせてください。はい、わかりました。やっぱりイベント審査とは違ってリハからちょっと緊張感がありますね。なんでしょう、なんか前回のとまた空気感違いますね。全然違うね。うん、ちょっと楽しみです。楽しみです。はい。お疲れ様です。今日ここまで来れたっていうことがまず一つ奇跡ですし、この3日間本当に大変だったと思うんです。でもその大変な中でもみんなで乗り越えられた今があるので、とにかくワクワクでしかないです。まずはお客さんの前でどれだけ笑顔で自分を出せるか、一番大事なポイントかなって思います。やっぱりこの3日間っていうのはとにかくすごく大変で、私もちょっとこう時にカツを入れたりとかはしてしまったんですけど、まあ、それでも乗り越えられる力があれば今日このステージで表現することができると思うので、舞台に立つってこんなに楽しいんだっていうのを感じてほしいなっていうふうに思ってます。励ましに行きますはいはいはい、もう本番直前になってしまうんですけど、おはようございます。もう間もなく本番になりますが、みんなちょっとこうクールダウンをしてもらって、あとはもうステージで最高のパフォーマンス、パフォーマンスってもう笑顔とかもそうだからね、見えてねそうそうそう、みんな今笑ったじゃん。そう、この顔で、この顔でみんな出てよ。はいはい、もう大丈夫よ、はい、楽しみにしてます、はい、自分を信じて大丈夫よ。もうここで泣いたらいかん大丈夫大丈夫。そう、ちょっと感極まるものもあるね。でもこの感極まるこの気持ちを思う存分、ここまでの3日間で十分できたから発揮して、泣いちゃあかんよ笑顔で、笑顔で行くんだよ。はい、楽しみにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってよ、頑張ってよ、頑張ります。そうそうそう、みんなその笑顔だよ。最高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 、頑張ってよ、頑張ってね。お願いします。お願いします。
ですよ。あーみたいな、私が泣きそうだわ。でももう今日はもう泣かないって決めたので。道井さんに昨日がっかりって言われちゃったんですけど、それも巻き返せるぐらい頑張るので見ててください。頑張ります。ステージ上でどれだけ輝けるか、全然合宿で3日間あまり寝れてないとか、そういう情がこう映るようなことを考えずに、今日のステージ上でいかに輝くかっていうのを見ていきたいと思います。まっすぐ入っていただいて、真ん中にオレンジのバッテンがあります。オレンジのバッテンで一度ターンしていただいて、ピンクの T 字で、まあ、一礼していただいて、皆さんは上手側ですね、こちらから入ってきて、反対側の階段で、客席の方へご移動ください。はい、本日は道井さやかシャレットアイドルグループオーディションにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。携帯電話、スマートフォンの電源はお切りいただくか、マナーモードへの設定をお願いします。そこはまあ控えめ。ほぐさなきゃいけない側なんですけど、ね、ガチガチ。あとね、びっくりするから疲労度。みんな大丈夫、疲れとか大丈夫か。大丈夫。したいと思います。どうぞ。エントリー番号6番、さくら。エントリー番号13、もこチーズ。エントリー番号45、ミア。エントリー番号87、みほまる。エントリー番号119、中原千恵。エントリー番号123、しろ。エントリー番号143、さえちゃ。エントリー番号159、こうちゃん。エントリー番号178、ピザ。エントリー番号188、ナンシー。エントリー番号195、ミク。エントリー番号296、ひまわり。エントリー番号319、はずきめい。エントリー番号361、さっぴ。
エントリー番号372、あゆころりんこ。エントリー番号416、水崎かのん。エントリー番号427、もか。エントリー番号479、大和田咲。エントリー番号487、萌え。エントリー番号498、シャンクマ。エントリー番号523、リナツン。エントリー番号531、イクミ。エントリー番号594、ユウコ。エントリー番号645、あずましふみか。エントリー番号664、木村あゆか。エントリー番号677、あいか。エントリー番号680、さあや。エントリー番号681、りなちゃん。エントリー番号685、みなこっこ。エントリー番号744、りりたん。はい、さあというわけで、はい、30名のオーディション通過者の方々に登場していただきました。はい、1位さえばタレントアイドルグループオーディション。